から広島東洋カープ対中日ドラゴンズナイトゲームの模様を実況担当川木直樹でお送りいたします。カープの先発は左のベイル、対するドラゴンズの先発はドミンゴとなっています。さあ間もなくプレーボールとなります。まずは1回の表、ドラゴンズの攻撃。先頭バッターは荒木、打ちました。初球打ち、ボールは後ろ、ファウルボール。打った、大型前に出る、ワンバウンドヒットになる。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。バッターは2番井端、これも初球打ち、セカンドへ、2塁アウト、1塁へ、1塁はセーフ。ワンアウトランナー一塁に変わります。左対左の勝負になります。カーブ決まってストライク、ワンナシン、まっすぐ決まったストライク。さあ追い込まれました、打ちました、ボールを掴んだ、セカンドへ送る、二塁アウト、セーフ、一塁はセーフ。ランナー一人置いて迎えるバッターはウッズ。ここは内野陣が深めの守備位置に変わっています。尾形落下点に入った、掴みました、一塁ランナー残塁です。1回の表が終了して0対0、ドラゴンズ、スコアボードに0の文字が入ります。これからカープの攻撃に入ります。トップバッターは尾形、チェンジアップ決まってストライク、ワンストライクノーボール。打った、取った、一塁送球、一塁アウト、ワンアウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番木村、直球決まってストライク、ワンナシン、外角チェンジアップ外れてボール、ワンストライクワンボール。チェンジアップ打った、一塁送る、一塁アウト、バッターは3番島、速球ボール、打ちました、二塁間抜けた、ライト前ヒット。さあ2アウトから先制のランナーが出ました。バッターは4番ダロッカ、スライダーボール、ワンボール、スライダーはストライク、ボールカウントワンエンドワン。このボールも空振り、さあ追い込まれました。一塁牽制球を送ります。胸元空振り三振、ダロッカスイングアウトの三振、気迫のこもったピッチング。0対0カープ無得点で終了です。これからドラゴンズの攻撃に入ります。この回のトップバッターは福留、初球打ちました、島足が止まって構えた、取りました、これでワンアウト。右バッターボックスは6番アレックス、これが初めての打席になります。あーとまた初球打ち、一塁アウト、バッターは7番森野、今日初めてのバッターボックス。外野手は前の方に守備位置を取りました。ピッチャー抜けた、センター前ヒット。さあ2アウトから先制のランナーが出ました。谷繁右打席に入りました。今日最初のバッターボックス、カーブ決まってワンナッシング、カーブはストライク、2ストライクノーボール。打った、外野は前進守備、初球を打った、あーっと飛んでる、記録はエラー、 E のランプがつきました。先ほどヒットを放っている荒木、まずは一塁牽制、セーフ、ファーストランナーちらっと見た、直球ストライク、打ちました、ヒット、ボールを取った。さあこれで2アウトランナーは一塁二塁、そしてバッターは井端、ドラゴンズ追加点のチャンスを迎えています。直球見送ってストライク、セカンドランナーちらっと見た、まっすぐ決まったストライク、追い込んでいます。空振り三振、バッターアウト、ベイル、サワンがうなります。2回の表が終わって2対0、ドラゴンズ先制点を挙げています。
これからカープの攻撃に入ります。先頭バッターは5番前田。打った、ファウルボール。チェンジアップ外れました、わずかに外。速球打った、ショートのこっち見、あと抜かれた、センター前のヒットになります。カープ先頭バッターが塁に出ます。バッターは6番尾形、これが初めての打席になります。打ちました、バックヒット方向、ファウル。速球ボール高め、速球ストライク、ストレートでグイグイ押してきます。2回の裏カープの攻撃、空振り三振、これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。バッターは7番野村、今日初めてのバッターボックス。レフト交代、立浪ゆっくりと構えた、取りました。ランナー1人置いて迎えるバッターはクラ。打った、痛烈な当たり、ショートのゴッドビー、あと取れない、抜かれた、センター前ヒット。さあこれで2アウト、ランナーは1塁2塁。バッターはピッチャーベイル、外野前進です。タッチアウト、結局2者残塁です。2回が終わって2対0ドラゴンズ、2点リードは変わりません。ドラゴンズこの回はクリーンナップからの攻撃になります。先頭バッターは3番立浪、最初の打席は内野ゴロに倒れています。ピッチャー抜けた、ヒット、センター前ヒットになった。立浪これで2打数の1安打、ノーアウトランナー1塁となって、続くバッターはウッズ、第1打席はセンターフライに倒れています。真ん中低め決まってストライク、一塁ランナーをちらっと見た、チェンジアップを外へ、ワンストライクワンボール。低い球打ちました、ファウル。打った、島手を挙げて掴みました、ワンアウトです。ここでタイムです。ここはピッチャーを変えてくるんでしょうか。ベイリーマウンドを降りまして、佐竹、今日2人目のピッチャーとして登板です。これでワンアウト、ランナーは1塁変わりません。左バッターボックスは5番福留、第1打席はライトフライに倒れています。1塁ランナーをちらっと見た、真ん中高め、変化球ストライク、空振り、ストレート、空振り三振、バットが空を切りました。バッターは6番アレックス、最初の打席は内野ゴロに倒れています。真ん中にストライク、ファーストランナーちらっと見た、高め、ストレート外れてボール。第3球目はボール、アレックスよく見ています。4球目空振り、ツーストライクツーボールです。オッツ、この蹴、ツーストライクスリーボールです。自動的に一塁ランナースタートします。切れました、ファウル。アレックス追い込まれていますがファウルで粘っています。一塁ランナー自動的にスタート、ホームランだ、ホームラン、ホームラン、ツーランホームラン、佐竹がっくりうなだれる、4対0ドラゴンズリードを4点に広げました。変化球ストライク、アウトコースへワンナッシング、インコース低め見送ってストライク、佐竹追い込んでいます。流し打ちどうだ、ファウルボール、内角見送ってボール、引っ張った、アウト、これで3アウト。3回表が終了して4対0ドラゴンズ、この回も2点を追加しています。カープこの回1番からの高打順、先頭バッターは1番尾形、最初の打席はセカンドゴロに倒れています。低め打ちました、立浪前進、尾形、これで2打数の1安打、ノーアウトランナー1塁となって、続くバッターは木村、最初の打席はサードゴロに倒れています。初球を外れてボール、打った、ファウル、流し打ち、立浪前進してくる、レフト前ワンバウンドヒットになった、尾形2塁でスト、バッターは3番島、この試合2回目のアップバット、打ちました、いい当たり、ピッチャー返し、二遊間抜かれた、センター前ヒット、島今日これで2打数の2安打、サードラロッカ、ストライク決まった、
高めギリギリいっぱいストライク。バッター追い込まれました。高め、空振り三振。ドミンゴ、この試合3つ目の三振を奪いました。これでワンアウト、ランナーはフルベース変わりません。満塁のチャンスにバッター前田、これはヒットになります。ボールはサーブ、前田レフト線へのタイムリーヒット、カープ2点返しました。ワンアウトランナー2塁3塁に変わります。バッターはチャンスに強い尾形、第一打席はスイングアウトの三振に倒れています。お、外れました。尾形集中しています。速球はストライク、内角高め、ボールカウントワンツー、ストレート見送ってストライク、インロー決まってツーツー、真ん中空振り三振。バッターはオープンスタンスの野村、第一打席はレフトフライに倒れています。初球打ち流した、ショートのコットビー、あと取れない、ヒット、レフト前ヒットになった。野村タイムリーヒット、セーフ、カープ同点。バッターは8番クラ、今日2打席目、まずは1塁牽制、セーフ、膝元変化球ストライク、ワンナシング、インロー打ちました、打球はファースト左、アウト、スリーアウトです。序盤終わって4対4、カープこの回4点返して同点としています。ゲームは中盤4回に入ります。先ほどツーランホームランを放っている谷繁、打った尾形、両手を広げて右中間深いところを掴みました。谷繁、いい角度で上がっていきましたがセンターフライです。初球外れてボール、ワンボール、インロー、カーブ決まってストライク、ワイドアップ、スクリュー打った、これはセカンド、ファーストへ、一塁アウト。打順トップに帰って荒木、初球打ち、ヒット、ドラゴンズ勝ち越しのチャンスを迎えます。バッターは2番井端、今日はサードゴロと三振、ドラゴンズここまで7安打、スクリュー外れました、高めに浮いています。打った流し打ち、取りました、一塁残塁。4回の表が終わって4対4同点です。ここでタイムを取りました。ここは代打を投入してくるようです。代打は浅井、初球打った、ヒット、さあノーアウトで勝ち越しのランナーが出ました。バッターはトップに帰って尾形、はい、カープここまで9安打、流し打ちどうだ、ファウルボール、あっとすっぽ抜けた、2エンド1、流し打ちどうだ、切れるか、ライン際左、わずかに切れてファウル、一塁へ牽制球を送ります。アレックス前に出る、さあノーアウトランナー一塁二塁とチャンスを広げました。一塁ランナーをちらっと見た、あっヒッティング、ヒットになります。カープ3者連続ヒット、セーフ、カープ勝ち越し成功。木村レフトへのタイムリー、打った流し打ち、ファウル、速球見送ってボール、ボールカットワインドワン、三球目空振り、ストレートで押してきます、ストレート空振り三振、これでワンアウト、ランナーは一塁二塁変わりません。そしてバッターボックスはダロッカ、ここまで2三振といいところがありません。ピッチャー抜かれた、二塁アウト、一塁もアウト、ダブルプレイ、スリーアウトです。4回の裏が終わって5対4、ドミンゴこの回さらに1点を失っています。佐竹、降板、天野、今日3人目のピッチャーとして降板です。打ちました、これは面白いところに上がっているが、取りました、ワンアウト、これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスは4番ウッズ、今日はセンターフライとライトフライ、掴みました、ウッズ、初球打ちはライトライナーでした。左バッターボックスは5番福留、今日はライトフライと三振、初球打ってきた、尾形下がった、センター見上げた、ホームラン、
山もがっくりとうなだれます。一振りで同点。ストレート空振り。ドラゴンズここまで8安打。ゴーインコースへ打った。セカンドから一塁送球アウト。スリーアウトになりました。5回表が終了して5対5。ドラゴンズこの回1点返し同点としています。これからカープの攻撃に入ります。今日2打点の前田。ここは内野陣が深めの守備位置に変わっています。チェンジアップ打った。ヒット。カープ勝ち越しのチャンスを迎えます。右バッターボックスは6番尾形。ここまで2三振といいところがありません。胸元変化球ストライク。チェンジアップを使ってきました。おっと自打球。チェンジアップ空振り三振。見事なピッチングです。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。バッターは7番野村。今日2打点を挙げています。2塁を切るアウト。これで2アウト。飛び込んだアウト。これで3アウト。井端好プレーを見せました。今日2回目の併殺でこの回を終えました。5回の裏が終わって5対5カープ勝ち越しのチャンスを逃しました。ゲームはこれから後半6回に入ります。この回の先頭バッターは森野。打った。二遊間抜けた。センター前ヒット。ドラゴンズ勝ち越しのチャンスを迎えます。バッターは8番谷繁。ゲッツーだけは避けたいところ。変化球ストライクインハイへ。ファームボールを使ってきました。ワンナシン。胸元直球外れてボール。アウトの変化球ストライク。天野追い込んでいます。一塁牽制一塁セーフ。